気づかれてしまったわ、ミノト。無念です、日の江姉様。完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも指折りの強者。まだまだ私たちは修行不足のようです。え、勝手に入ってきちゃダメ？嫌ですわ。同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより、佐藤さがあなた様をお呼びです。支度が済んだら出発いたしましょう。参りますよ。日の江、ミノト、ご苦労。たった今、フミが届いたぞ。近々、百竜夜行が起こるそうだ。ついに始まってしまうのですね。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。あまたのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いにカムラの里存亡の危機。近いうちに砦で遠征することになるだろう。佐藤を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。頼もしい限り。では。こちらで、五国様。一旦落ち着いたみたいだね。佐藤さんがキャンプに集まれって。
佐藤さんの指示もないし、ここは引こう。そのモンスターの名はオンコリュウ、マガイマガド。百竜夜行と共に現れ、その群れを食らう化け物だ。食べるんだ。50年前、里は百竜夜行に加えオンコリュウにまで襲われ、被害はより大きなものとなってしまった。それが今回も。感ずるなよもぎ、今の我々には頼れるハンターがついている。お前にオンコリュウの資料を託したい。佐藤を危機から救ってはくれまいか。私も手伝う。一緒に狩猟する。僕もどこまで役に立てるかわからないけど。その勢いよし。しかしハンターでない者に狩猟を任せることはできん。でも里を守るとは軽のみにあらず。お前たちは自分にできることを精一杯やればよい。僕たちにできること。炎のごとく日々を力強く生きろ。さすれば答えはおのずと見つかる。では里に戻るとしようか。マガイマガドの狩猟、お見事でした。ん、お前こそ真の強者よ。おっかり、マガイマガド狩猟したんだよね。あっぱれ。僕たち佐藤さんに言われて考えたんだ。佐藤を守るために自分たちにできることってなんだろうって。でも僕はお供のお世話しかできないし。私はお団子作るしかできないんだよね。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば狩猟がうんと楽になるし、私が美味しいお団子を作ればみんな元気で笑顔になるよね。それが里を守ることにつながるかなって。うん、良い答えだ。カムロの若者は皆聡明で頼もしい。では私は里を守るため受付嬢のお仕事に戻りますね。僕は広場に。私は茶屋へ。さあ新しいお団子作るぞ。マガイマガド団子、黒ごまでこうね。あー素敵。よくぞ我が任務を果たしてくれた。礼を言う。受け取れ。カムラの里に代々伝わる宝刀だ。マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。いいから受け取れ。ジジイの俺には少々重たかったのだ。さあ。
これで肩が軽くなったわ。風が酔う四季は巡る降りがたし花とはの花愛し日々ゆかし年月戻らぬと星方行く末へと四季は巡る。